金田正一さんから散歩に誘われて、うん、散歩する意味が分かりませんと返したのがきっかけで関係が悪くなったというふうに書かれているんですけども、それ一部合ってる、これは一部合ってるんだ。ミスターパーフェクトマキハラ、そこから10年以上にわたってカープの主力選手として活躍し、盗塁王を3度、ほぼ全ての年で年間150安打近くを記録されました。しかし1989年同じポジションの野村健次郎選手の台頭もあってロッテへトレード、さらにはその翌年に阪神へとトレードとなり、そこで現役を終えられることとなりました、引退時点での年齢は35歳、通算安打数は1826本と2000本安打も狙える状況ではあったかと思いますが、そのあたりの思い伺っていきましょう。そうですね、どうですか、人間的な問題はね、なんかいろいろあったんですか、人間的、まあ面白いのは生意気な時期ってあるやん、はい、結構野球選手必要な時期があるんだけど、まあそれが過ぎたかなってだけで、でやっぱなんだろう、小林さんの野球で小林さんがいなくなった時にやっぱり野球変わったし、はい、もうやっぱなんか俺小林野球なんよね、はい、で野村健次郎も入ってきて、でやっぱそこで代替わりなのもあるかな、まあそれでもその前にやんちゃいろんなことやってたし、はい、であの頃のトレードってさ、球団同士っていいイメージのトレードじゃないやん、ネガティブな感じはしました。トレードって何かやったからとか何かあったからこいつはいらないからっていうトレードやな、はい、あ、いやもうそれ 全部とは思いませんけれども、思わないけど、やっぱりそういうのありましたね、何かそういうなんかイメージがありました。だ今現役ドラフトっていいやん、はい、悪くないやん、うん、でそれと違うもんな、俺たちの頃って FA もないし、だからわいいトレードだねっていうんじゃないもんね、ないです、あの下手したら噂で何かやったやったんじゃないかってないそっちが正しいんやで、だいたい憶測が飛び交うんですよね、そっちが正しいんやで、コーチとコーチと揉めた、そう監督の言うこと聞かない、そうそういうことですよね、うん、そういうのがだからそっちぶれる、人間的に。ただね66になるとね、本当思うことある、あかんほんまね、もう長いもんには負けなあかん、もう若気の至りがちょっと過ぎたと、過ぎた。ウィキペディアにちょっと気になるのが載っておりまして、わずか1年でロッテから阪神へとトレードになったわけですけれども、その理由がオールスター期間の休日中に、当時監督であった金田正一さんから散歩に誘われて、その感想を、散歩に誘われたみたいですねとか感想に聞かれた際に、散歩する意味が分かりませんと返したのがきっかけで関係が悪くなったというふうに書かれているんです。それ一部合ってる、これは一部合ってるんだこれね違うよ、合ってるんだ、散歩で、はい、金田監督にどうやこれいいだろうって分かりませんって言ったの確かな、それはオールスターの休日じゃないよ、シーズン中に真夏に、あそこの昭和公園ある所沢の、はい、どうった時泊まるんや、あそこの、はい、あそこどこだっけ、近くに泊まるんよ、ホテルに、はい、なんてとこだったっけ、所沢の方近くの立川とか、立川グランドホテルとか、そうそう、そうね、あそこ昭和公園あるやん、はい、ただ真夏でもさ毎日1時間散歩するんよ、はいはいはい、朝、はい、もう俺30過ぎてるわけやんか、はこれな、俺の年だったら分かるよ、逆に66になった今だったら、はい、俺にはそれが必要ない、散歩が、その頃俺に必要ないわけよ、はい、しんどいわけ逆にで金田さんは俺ぐらいの年もちろん行ってるから、金田さんには散歩1時間ちょうどいいわけやな、野球しないわけやから監督だから、はいはい、で現役俺たちはあと1時間でくったくたになるわけよ、はい、で金田さんに言われた時に意味が分かりませんって言って、それは本当正しい、ただそれは今でも1時間散歩せんやろ、シーズン中やで、ちょっと暑いしね、いやまあないですね、いやまあそのまあ、まあ、いわばベテラン選手巻き込んでまではしないですよね絶対ね、そうや、はい、で聞かれたから、いや全く意味は分かりませんこれで、ね、監
係が悪くなったっていうところまでは合ってるんですね。それで、それで、あるヘッドコーチがホテルの部屋に来て、コンコンパンと開けて、よし行こうと、何ですか、お前よごますね少しは、言うわけよ。バーンしてやがましいっつってそれで今度オリックス行った時にグリーンスタジアムあるじゃん神戸、はい、あそこで外野なんかで何か言われたんやその人に、ヘッドコーチに、うん、俺もまあこんなやから、ああ何こら何してんのやがましいお前ってまた何かごませるみたいなこと言われたんやね、ブチ切れて俺喧嘩になりそうになったわけよ。で村田千代さんが飛んできて、よしごやめー止めてくれたけど、まあ悪いわな悪いわな、ね、うん、悪いわな、うん、でも面白いのはそれで出されたんやけど、はい、かわいそうなのはカープから俺がロッテ出された時でもそうだけど、あのロッテから阪神行った時、俺に巻き込まれてる人がたくさんいるわけよ。あ、そうですね、巻き込み事故が起きてるわけ。いや、本当事故たくさんいるんよ、うん、俺一人じゃないよこれロッテ側が水上と高田ライン、はいはいはい、これ巻き込まれ事故よ、うん、巻き込み事故よ、うん、俺がだってトレードしたいって言うんで、はい、高田も前の日まで知ら、水上も前の日までしないって言うんだ。へ、でこの間 YouTube 出てくるだけそう話したっけ、全く知らなかったですからね。で、俺が全部責任者ない、うん、で今度阪神の遠山や責任者、はいはいはい、遠山昌司、うん、あいつが今度阪神からロッテトレードよ。で相当俺ね巻き込んでるそういう面ではね反省してるよ正直言って、うんうん、でも吉野さん、もしその逆に今の立場で、うん、ちょっと不器用な選手がいたとしたら、うん、同じような声かけますか、やっぱりお前もうちょっとあの器用にやれよっていうふうには。ごますれとは言わんない、絶対だごますれがキーワードでもうカチンってきちゃったんですね。そうそう、うん、こういうのが、はい、ああもうなんだろう、監督も気にしてるから、もうすぐお前あの監督の気持ちになってみたらとか言い方するけどね、まあ、うまくね、うん、言い方するけど、うん、もうごまわせると言われた瞬間にくっそーと思ったもんね。だから吉子さんにはごまをすれっていうことは絶対言っちゃいけない。今大丈夫今大丈夫なんですね。今追加されます。こうやってもうごまの実が落ちてるから誰か排除して年齢重ねて、はい、やっぱりいろいろとね、うんうん、分かってくることとかそれもあるってことなんですね、はい、そうだね。だから若手には今度逆に言いやすいよね、あの失敗してる分だけ、はい、ああ、うん、ちゃんとした例もあるし、はい、うん、だからそう簡単に1年ごとにトレードされることってないかった時代だからそういうことがあったんですね、はい、ウィキペディアには、はい、過去の書籍や雑誌の記事などから引用された内容が多数書かれております、うん、高橋さんのウィキペディアには広島カープの後輩である川口和久さんが2008年に東京スポーツで連載されていた川口和久 G キラーのダンディズムというコラムの引用が多数あるわけです、うんうんうん、その内容が本当かどうかをいくつか確認させていただきます。昼も夜も飲み屋のママに買ってもらったと噂された真っ赤なポルシェを乗り回してた。はい、正しいです、はい、やっぱり買ってもらえたんですね。うん、買ってもらえたってすごいよね。すごい、うん、真っ赤ですか、しかも真っ赤なポルシェ。飲み屋のお姉ちゃんに買ってあげたっていう野球選手は俺いると思うんだよ今でも、はあはあ、今はいないかもしれないけど昔の人っていたかもしれないよ、うんうん、あの買ってあげるっていうの、うん、買わせたってことは買わせたじゃないからそれすごい言葉ちょっと違うからごまをすれと同じぐらい失言なんですねいやだからいや買ってもらえたっていうのはすごいよね。いやー、うん、それは回しますね。付き合っててで付き合ってて、まあ、南仏行こうとかシーズンオフになって、でも面倒くさいし俺行きたくないしと、ほんで、まあ、いろんなところで洋服買ってあげるって言って、もういらんし興味なかったしいらんし、ある時こう横浜のグランドホテルあるやん、はい、あそこ泊まってて下見たらポルシェがあったよ、うん、
今でも白いポルシェが、はい、俺スティーブ・マックインが大好きない、はい、で栄光のルマンっていう映画で、うん、ポルシェ映画ない。でそのポルシェが大好きで、いやポルシェいいなって言ったわけよ。あポルシェ好きなのって時に、うん、で終わったわけよ。そしたら何時かだとこれでポルシェ買ってって小切って持ってきて、いや俺そういう意味で言ってんじゃないからって、いやいやこれもう取っといて、じゃあ本当買うでって言って、はい、その小切手で今でもあの広島の東雲っていうところに三ツ矢モータースってあって、はいはい、これポルシェの輸入会社って、はい、真っ赤なポルシェがあって、そこ行ってすみませんこれちょうだいって言って、はい、小切手でこれちょうだいって言って渡してこれちょうだいって言って、まあまだ1000万も超えない頃ですよね、ポルシェ出ると言っても、そう、うん、すげえ、その当時それはなかなか、やっぱりポルシェも今でこそ運転しやすい車だけど、いや、あれだもん、ミッションやもん、ミッションですよね、ミッションでハンクラ使ったらあかんねん。あ、そうなんですか。クラッチが壊れる。いや壊れちゃう、はい、エンジンは壊れる、クラッチが壊れるんできてるんで、ハンクラグーってできないんで、ワンワンパンって合わせなきゃいけないんで、だから試合の後とか乗ったら足つっちゃいますよね。と言っていい、膝も悪いのに俺。それで膝がもっと悪くなったんじゃないかな。これで、もうこれでもう本当に。いやでもすげえ伝説。一つクリアですね。川口さんよかったね、誤報言ってなくてね。ますね。当時の広島の独身寮は門限が10時半で1分でも遅刻したら罰金だったが、すでに一流スターだった高橋さんは例外で門限なさった。まあ一応門限の頭あったけど門限なかったね。ああ話しちゃった。でこれ YouTube で話してるけど、はい、であるやつがさ、こう玄関って門限の時に、はい、こう吉井君どうしたんやって寮長が怒ってたと。でパッと俺が門限過ぎて帰ってたら、あ、ご苦労さんって言ったっつって心配してのあれだったんですか。いやいやいや、だからもうね、そうやってみんなの前ではそうやって言っとかなきゃしょうがないけど、実際会ったらだってもう頑張ってな、ご苦労さんって三世寮ってあるんだけど、店です、あ、もうないんだけど、玄関があったがってピッチング場があって、知らないかな、サンセル行ったことないかな。あ、野手は結構行ってましたね。三沢さんのところですね。行ってないです、行ってないです。でブルペンがあって、こう玄関入ってガーって門扉がこう練習場の門扉があって、ちょうどポルシェ1台入るスペースがあるわけ、はい、そこに出てたっけ俺、はい、で夜中出るとき門扉開けてから出るわけやから、はい、鉄板の音がガタ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 って出てくるわけから、それこそエンジン音も半端じゃないですよね。あのクーレーやからね。さらに当時の寮は基本的に飲酒禁止だったわけですが、高橋さんの部屋はこれまた例外だったため、川口さんはよく高橋さんのお部屋でお酒を飲んでいた。あ、ほんま、俺がいない時飲んだらしいやつ。マジで一緒にじゃないんですか。あいつ言う、川口さんもお酒好きですからね、あれ川口もさ、うん、やるときやってるからね。マジで、いやいや、あの人もモテますから、女性にもモテるし、あの飲み方も綺麗だし、それも合ってましたね。いや、川口さん、飲酒禁止だったから、それも全然わかんない俺。いやでも僕らも寮飲んでましたけどね、あの寮に入ってるところ禁止じゃなかったと思うんだけど、まあ別に歌ってはなかった。でも飲む気になんなかったよ、次の日練習がきつかったから休み前だったら飲むけど、うん、俺は夏よく富士屋って行ったことない。あります、焼肉、はい、ですごいお父さんと仲良くてさ、はい、富士屋行ってさ、うん、で寝れないからさ、あの子あんまり酒飲まなかったのに濁り酒をもらって冷蔵庫を入れて、それは飲んでた。ああ、うん、そこ高級焼肉屋で、
これはねめちゃくちゃうまいの、広島に行くと。本当うまいよね。怒られるよね。怒られますよ。鉄板とか焼き方とかすげえ怒られるの、はい、違う、そこ違う違う、手出すな、うん、すげえ怒られて、俺は全部行きたいの。だ遠征行って3日あったら3日行ってるやついっぱいいました。あ、そうだね、ほんとうまい。それぐらいもうジャイアンツの選手たちもそこに行くのよ、うんうん、でそれくらいある。まだお父さん元気なんですかね。もうなんか元気ですか。うん、ああ、じゃあ今度行ってみたい。これはちょっと具合悪くて、ああなんかそう聞いてました、うん、去年行ってきた、食べに行ってきた、はい、やっぱうまいね、うん、なかなかあの一元さんで入れるような感じの店じゃない。はい、うん、あの雰囲気はね、いや雰囲気は一元さんがいいんだけど、うんうん、入れてくれないと思う。なんかあの前オーナー断られたらしいもん、松田光栄さんが、あの藤屋で、あれ、あ、ダメダメダメ、厳しい。